ちょっとここから。そこ置いといてくれ。ちょっとちょっと。要するにこの三尖弁輪の前方にあるのがインターベントリクラーポーション、上にあるのがアトリオベントリクラーポーション、うん、このズレがある、うん、アナトミーを一つ理解 していただきたいこと、それからあとこのウェッジングで正常の心房中隔のこの、うん、幅っていうのは比較的狭いんです。でトランスポジションなんかですとウェッジングがほとんど起きてない、コンプリートトランスポジションですと起きてない。そのこととこの膜腰部の出来の悪さというのはコンプリートトランスポジションにはあるんですが、うん、関係しているズレが少ないという、うん、ことと関係していると思います。それからあと、うん、インフンディブラアナトミーにもう一度いきますけれども、うん、セプタールバンド、それからパリエタールバンドで、この手のひらの方に大動脈があるというふうに覚えてください。手の背が肺動脈、こっちですね。で正常心ではこういう格好をしてあるわけですね。じゃあそれが体制期のまだ、うん、体制27、8日の頃、まだ心室中隔このトランカールセプトムがアラインしていない時期はどうなっているかというと、このトランカスの上の方にウィンフンディブラセプトムの元気はあるはずですね。それでやっぱりこういう状態で手のひらの方が右側ですね。ですから右側にあるのが大動脈、それから左側にあるのが肺動脈で、それがずっとこうはまり込んできてここに来て正常心ができる。アオルタは肺動脈の右後ろにあるわけですね。じゃあ DORB はどうかっていうと、体制期の27、8日の頃は DORB そのものです。でその VSD、DORB でも他のものでも ほぼみんなそうですけれども、VSD のフロアっていうのは Y of the septal band が作るんです。それでこのところにパリエタールバンドが入らないと、それがその隙間の VSD として残るわけで、 DORB の場合はこの Y of the septal band、これは VSD の火炎なわけですね。それでこのここに三尖弁、それから三尖弁と大血管半月弁の間は、これはコーナルフリーウォールと言います。あるいは、うん、ベントリクロインフンディブラーフォールド、どちらでもいいと思いますけど、それで、まず DORB ができてくるときはこの一番右端にそのアラインクリスタインフンディブラセプトがしてしまうと、これはサブプルモナリー VSD になります。サブプルモナリー VSD、 それでアオルタはこの手のひらですから三尖弁の直上で、隅っこの方に押しやられてしまって、でしばしばサブアオルティックナローイングが起きてコアクテーションインタラプションが合併しやすい、そういうサブプルモナリー VSD の、あるいはタウスヒビングハートもその一種類ですけど、さらにもう少し移動してこのクリスタがインフンディブラセプトムが Y of the septal band 上にアラインしたとします。そうしますとこれはサブプルモナリーと同時にサブアオルティック両方です。この位置で止まっちゃったのがダブリーコミッテッドDORB、 DORB with doubly committed VSD で、その場合にはこの
インフンディブラセプトム、クリスタは低形成で浅い場合が多い。でこれは後ろのコーナルフリーウォールに挿入している。それからさらにこれがもう少し進んで正常に近くなってくると、セプタルバンドのこの左のこの筋肉のことをレフトスーペリアディビジョンっていうんですけど、レフトスーペリアディビジョンに、アラインしますと、今度は手のひらの下は VSD ですね、サブアオルティック VSD です。サブアオルティック VSD、 それで肺動脈はこのクリスタとレフトスーペリアディビジョンの影に隠れて肺動脈の流出路が長々とできる。でさらにこれが転移してしまうとインフンディブラステノーシスが起こって、 DORB でファロー型の PS を伴ったサブアオルティック VSD のグループができるわけですね。じゃあこれここのところにこう来て、さらにこれがうまくこの VSD の中にうまくはまり込んでいったら、これは正常なんですね。ですからこの、先ほど申しましたこの Y 上部にパリエタルバンド、ロトブ中核がはまり込んでいるのが正常の構造。ファローはこれが前方に、前上方に転移した。だからファローモノロジーというのはそういう意味ですね。それから DORB の場合にはこれがサブプルモナリーダブリーコミティッドサブアオルティックというふうに、形を頭の中に入れておくと理解しやすい。これはその非常にシンプリファイして、言ってることで、実際に体制期にそういうふうに起こってるかどうか、似たようなことが起こってるだろうと思いますけども、そんな理解で、DORB の形態は理解できるか と思います。それじゃあトランスポジションはどうなるのか。トランスポジションはこれこいつがこうなると、クリスタは正常なんですね。ところがトランスポジションの場合にはこれがこのままこう入る、手のひらが見えませんけども、手のひらがアオルタですよ。正常はこうですから、正常 の肺動脈炎ロト部というのは非常に右上方です。それに対してこれからお見せします、トランスポジションは非常左上方です。正常はね、正常の肺動脈炎水肺動脈ロト部というのは左で上方、ところがこれがそうですね、三尖弁から比べるとずっと左側で上方です。トランスポジションの大動脈の右室状の円錐ロト部というのは非常に右寄りです。ですから、こういうふうにアラインしている可能性があるなと思って見てるんですけど、それでこういうふうにアラインしますと心室中核、ロト部中核、大血管中核がストレートベントリクラセプトムというのは、バン・ミエロップのトランスポジションのモルフォジェネシティックセオリーですけども、それを示唆するような形がそこにあるように思います。これそこ置いて、はい、それじゃあトランスポジションから始めたいと思います。まず最初は生後6日男の子です。これ大血管までずっとストレートベントリクラセプトムです。正常心ですと肺動脈と大動脈が基部で交差してますけど、それがありません。
大動脈は右前、肺動脈は左後ろですね。それからあと心耳の外形、ブロードベースの心耳、これは右心房の特徴ですね。この外側面はペクティネイトマッスルを持つ心耳が構成している。中を見てみますと、これがペクティネイトマッスルですね。古い心房である心耳の特徴です。から SBC、IBC、バルブオブ IBC も見えますね。 SBC、IBC か、ホッサオバーリスはこれですけども、セントラルタイプの ASD があります。それからこの右心室の厚さを注意してください。これはきれいなインフンディブルムです。ですからこれのインフンディブルムが非常に右で、三尖弁の直上、右寄りということですね。それでこれは大動脈、これが大動脈だという証拠はここにネックベッセルズが3本出てます。これが大動脈だという証拠は首の血管が出ているということで判断してください。コロナリーはあんまり当てになりません。 BWG がございますから。それから左心房省略しますけど、標本見るときは極力血流に沿って、ご覧になってください。それでこれが左心室ですね。左心室中隔がほとんどフラットです。それから壁の厚さはこれは右心室と比較して1対1同じ厚さです。生後6日目あたりですとまだ左心室の壁の萎縮は起きてません。それで左心室の中隔もフラットですね。でこれは肺動脈、右の肺動脈がちょっと下です。左の肺動脈がそれよりもちょっと上で、真ん中の一番上が PDA がもし空いてればあるんですけど、この症例はありませんですね。真ん中の一番上が PDA、 それでこの症例のそのストレートベントリクラセプテム、生後 1,2 週間ですとこんな状態ですが。